今の発言が慣れ合おうとしてる、ね、この場に及んで好きとか慣れ合おうとしてきてるよね。でその後に慣れ合う気はないって矛盾してるよね。慣れ合う気な ないんだったらそういう発言しないべきに、ね、教えてやるわ。でもあいつがちょっと求めてる。求めてる？やばくないお前。ねえ、やばくないお前。お前が求めてる。こいつ。お前の心の奥底にある。俺求めてるの。求めてる。お前なんか慣れ合う気なんてねえよ。言ったら？ないよ。俺って例えば光と2人で飲み脱して盛り上がらないの分かってるからこういうスタイル取ってるんだよ。マジでそれは分かってほしい。光、うん、光だからこういう絡みしてるんだぞ。ってことは何、つまり俺は俺の本音はこういう行動を取ってないよってことは、普通に光とあれして意味ないでしょ。あ、光のも払ってやるよ。あ、大丈夫です、マスター。金ないんだろ。じゃつまりなんかこいつはそういう絡みでくどいよね、こういうの。そういうの大嫌い俺。三本勝負でいいと思うけどね。腕相撲やってカラオケ行って最後ダッシュでいいじゃん。なんでボーリングはぶいたの。なボーリングでやろうかじゃ、うん、この時間ボーリングやってるかな、リスナーさん。やってるかな。おじいちゃんだ。電波あるかな。40歳なんだけど、40代でこれはないやな。36ですね。そういう嘘はやめてな。事実に基づいて喋ってな。ボーリング電波地下1階なんだよね。で前リスナーさんミーコとやったことあるでしょ俺。あの時確かミーコは電波なかった気がするんだよ。配信はやれるんだけど。これね、迷惑料取っといて。こっち領収書だけちょうだい。全部ね、2万いくらのやつももらった俺。うん、それもらったわ。出しましたね、うん、1700円、はい、領収書、はい、電波ないかも、ボーリング。卓球でもいいけど。ああ、卓球もありだな。確かに卓球とボーリング。金払いいよ。でも女、さっきの女の子とかあんまりあれだけど。だいよこいつが結局へっぴり腰なんだよ。電波がないっていうのはへっぴり腰じゃないと。じゃあへっぴり腰、配信のことを考えてるんだよ。配信に関しては、ね、配信に関して考えると何考えるんやお前。アホ。結局思んなかったなっていう。人のことは煽ってそういう風にリスナーさんに対して求めてるね。リスナーさんに対して求めてる。は？何を言ってんのお前は。バカ。言うとんの。ゼロワンが展開作ってるんですけど。本当頭悪いなお前。お前が問われるし。じゃあなんで俺呼んだろう。俺を呼んどいて、うん、そればっかりじゃん。くせにそれって結局なんか俺のこと取り入れてないことになるじゃん。自分の計算外だってことでしょ、ね、一応成り立ってるから。お前心配するな。配信のこと俺考えてやるからな。お前考えることじゃない。考えれないんだから黙っとけよ。お会計したか。俺に感謝しろよ。お会計したかって聞いてる。俺に感謝しろよ。酔いが回ると同じことばかり言うってあるよね、酔っ払いって。あなたが、俺は何もない。同じことあんま言ってないです。めっちゃ言ってる。同じことを答えてる側ね。何回も同じこと言われるから。わかる？この違いが。言ってなくない？言ってるだろ。お前、この30分、お前が呼んだのにの下りがめちゃくちゃ多すぎ。それもじゃあ自分から呼んでんじゃん。また言うよ。来いよって煽ってきてくせ。また言ってる。どんだけ言うの。俺が呼んだよって言ってるよ、うん、呼んだよ。
で呼ばれてきました、うん、自分の意思で来たんだよね、うん、でも呼ばれてきたわけじゃん。で来たことに関しては自分の意思で来たから、お前言い訳するなよ、自業自得だよ、してないね、うん、しなければいいじゃん。呼んだ側としたら反対どうなの。何呼んだ側、ちゃんとできてないじゃん。できてるよ、お前の扱いできてるよ。お前の扱いってこんな感じよ。何扱いって呼んでちゃんと扱ってますって言ってる。何扱ってどういうこと。意味がわからんか、扱いも。ああ結局そういう風にネタにするんだね。ネタにしなきゃ配信してて何にするんだよ。ああ逃げてるね。どこは逃げてるの。ネタにするんだねって、お前もネタにしてるだろ。扱えてないから結局なんか思ったよりも閲覧も取れたからそういう風に言うだけだって。大して閲覧も取れてねえわアホ。お前だろ閲覧取れてるの。ピキりすぎですよ。お前だろ。なんでピキるって言われるの。ピキワンって言われてないから。お前終始顔引きつってんじゃん。一回一人でトークさせてみて、トイレ行ってくるわ。ヒカルの配信見てみて、でその後の掛け合い。払ったか。あれ配信切ってないじゃん。あれなんか慌てて戻ってくるとでも思ったのかな。おい切るなよヒカル、それはねえだろやめろよお前、それは違くない。とな、何喋ってた。何喋ってた。ネチネチやってた。いやーボーリングと卓球確かね。これからボーリング勝負だった。やってないような気がするんですよ、ね。ボーリングありますどっか。バグスやってんの。営業中。バグスやってんのかな。ここ行くか。こっちか。あ、大丈夫だね。やるの？ここ行ってみようよ。うん、ロバヒカル君とボーリング勝負？うん。負けたら土下座すか？配信切ったるか。あれなら。なあ、向こう行くか？匿名ついてるし。ボーリング楽しい。ああトンちゃんあります。ボーリングもうまいですか。うん？ボーリングもうまいですか。ボーリングがそんな100とかっすよ。100か。いい勝負じゃないですか。ヒカル君どうだったの。100とかっすよ。ボーリングと何でしたっけ？卓球。でも変な女と絡むよりはみんなねいいよな。これがボーリング卓球勝負。さっきの女とか絡むより。まあね。ね、彼がやりたい思考で、なるほど、
なんか女が突に来てなんかやってるよりもいいよね。ヒカルと絡んでくれて、いや、こちらこそ。あ、そうそう。活気あった。ちょ、ゼロワン、これ警報器になってるから火事になってる。ちょ、見に行こうぜ。調査行くか。先に一回。行くか。ちょっと警報器、火事の。あれやす、いい汗するし健康的。あ、ありがとう、とんちゃん。本当に僕ずっとお世話になってて、僕はもう6、7年前になる。僕のやつもそのぐらいですか。一人じゃ何もできない。そりゃそうっすよ、俺一人で生きていけないっすよ。リスナーさんいないとあれだしね。ずっと一人で配信しててもつまんないっすよ、僕は。そこからいろんな配信者たちが来てくれるよって。助けに、うん、じゃあね。警報器が鳴ってる。どこ。俺はハチミツのあれで弾いても、あ、何時に電話したら電話で。いたずらだね。いたずらだわ。止めれるのかな、これ。リスナーさん。止めて、どうやって止めるんだろう。触らない方がいいよね。俺のせいにされる。触ったらあかん。はい。リスナーさん寝る前に内装して。あ、止まった。よし。止めました、リスナーさん。やりました。やりました。止めました。さすが、呼んで逆だわ。逆呼んで。俺しか子供や。道間違えた。呼んで。あ？ライブ見る？かわいい。ボニーも行かない ？R ちゃん？おい。R ちゃん。24,000払うよ。R ちゃん。R 映さないから 24,000 払うよ。 R ちゃん
R 彼氏と別れた？別れた？ LINE して。お前パンツ透けてるぞ。あ、ごめんなさい、モテちゃって。可愛い子の知り合いが多くて、すいません。あれ、抱いた女です。あいつついてこないじゃん。やらないの？逃げたのあいつ。そういうオチ？くだらん。あいつどこ行ったの？あ、逃げたわ。くだらなオチ、マジでつまんな。そんなオチする？ここまで引っ張って。あいつマジでおもんな。やば。ボーリングまで調べてやったのに。あ、いたわ。何ついてこんの？来ないの？こいつどこ行くの？場所分かってるって言ってる？そうなん？俺がついていくわけ。カメラ水平？まあまあまあ。Rちゃん、俺これでよく気づいたね。これ分かんなくない？ワンちゃん、俺ってわかる？これ撮ればわかるけど、これワンちゃんわかなくない？配信見てたんかな？抱かれた女はわかるんだ。マジか。これはやばいぞ。え？いつものことですよ、広場。ね、こういう黄色い人たち立ってるじゃん。何を注意してるんだろうね。すいません。すいません。タバコだけ注意してるんです。あ、タバコはよく注意されるんですけど。こういうゴミとかは注意してないんです？ゴミは注意してない。ゴミは注意してないんだ。タバコだけ注意しろっていう。タバコだけではないですけども。あと何注意してるんです？まあ、他の客引き乗務だったりとか。客引き乗務だったり。はい、ああ、ゴミは取り締まれないんだ。そうですね。いやー、これひどいっすね。ゴミは無理なんだって。客引きとタバコだって。うん、いや文句じゃないじゃん。聞いたんだよ、気になるからね。注意喚起でも俺も怖いからね、あそこらへん。
準備するわ。上参ります、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 上参ります。何これ、逆だな、合ってるよ。降りてったぞ、合ってるのに逆だ逆だとか言って、早食いより俺さっき俺替え玉3つ食ったぞ、マジか。俺は俺がごめんね、ピキルさん、これは俺把握不足だわ、前できたから、これは俺がダメよ。これが俺が悪いよ。カラオケ対決行くか、もう疲れた、カラオケかラーメン早食い、カラオケだったらさ、もうしょうもないけどちょっとほっこりしてさ、いいんじゃない、ちょっとどう、ほっこりするじゃん、ね。で正直俺も大人げないよ、はっきり言ってね、自分でも分かってるけど、こういう絡みの方が光は生きるんだよ、だってこうしないと、ただ光のよくわからん話を俺がそうなんだって聞いてるだけになるからね、絶対ダメよそれは、配信的に、俺の配信的にね。もうちょっと頑張ってほしいんだよ、ごめんね、ちょっとダメだったわ。カラオケでいい？カラオケ誰に言ってんの？カラオケでいいんじゃない？リスナーに言ってんの？いや、お前に言ってるよ、俺の目見てよ。で、言いたくないよ。それかラーメン早食いかカラオケどっちにする？俺の目見てよ。いや、それは言えないよ。なんなの？俺の目見て、いやいやいや、で見えるとこ来たらいい、で慣れ合ってこないで、まだ勝負終わってないだろ、勝負終わる前から目を合わせようとしてくるなって、今勝負でしょ。ラーメン早食いかカラオケどっちがいい？カラオケならやれるとこ知ってるから、どうするの？カラオケ行こう。え？カラオケやれんの？お前はそれでいいのか？いや苦手だよ。でもラッチが開かないじゃん。え？いいよ。俺奇跡起こすよ。いいよ。いいよ。不利じゃないよ。なめんな俺を。カラオケでいいって言ってんのお前。めんどくせえな。カラオケでいいだろ。早食い？お前の得意分野だったね。カラオケでいいよ。カラオケで。カラオケでも負ける気ないから。申し訳ないけど。カラオケでも負けないから。だって歌うまくないじゃん。下がれ声で。で声がまず俺いい声だから。声で負けてないから、ね、そば、そば、ね、何？早食いそば、24時間そば、ね、そんなにいろいろやりたい？3本勝負こっちや、どこ行くんや？
さっきラーメン3杯食ったからね。うん、で俺早食いじゃまず負けないから 100% 俺勝つから。それは、うん、でこれビーバップ、これ6分ですね。自分のミスも大丈夫ですか？アールちゃんのケツがマジでエロすぎた。エロ持たんな。なんで？どっちだったらいいですか？短パンある。逃げるな。そんなすぐ諦めんのかお前は。何あれ、女映してるよ、エロい。え、何映してるの？ネズミか。飛び跳ねたんだ。ゼットリーさんのやつじゃない？これヌートリアじゃない？これゼットリーさんの捕まえれそう？これ100万円もらえるやつじゃない？100万円病気になる。ヌートリアではない？もっとでかいヌートリア。噛まれたら死ぬ菌が、ああね。人のネタ持ってくね。うん、爪が甘いね。うん、もっと。もっと追わなきゃ、うん、せっかくネズミ見つけたんだから。
爪甘いよ。見失うまでいかないと、うん、アンテナ張ってちょっとしたことでもやっていかないと、うん、光もういいよ。